はい、私は今幕張でやってます幕張メッセのドキドキフリーマーケットというところに来てます。そこでですね、今こういったキャンピングカーの展覧会をやっているので、何個か紹介していきたいと思うんです。何でもあるんですよ、だってドキドキフリーマーケット、はい、ね、キャンピングカーというか軽キャンパーだけど、いいですね、すごいよね。148万で、これは見てみましょうか。運転席がついていて、すごいでしょ。なるほど、こうやって改造しているわけだ。中古車だからね。はい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 、だからベースは全然いいですよね。ハイエースですか。ハイエースですね。へえ、これは2段ベッドになってますね、こちらは。ちょっとまあ確かにいいね。こっちも見てみましょう。ここは犬が乗せれるスペースもありますということで、ちょっとロマンチックですね。やっぱ川張りですね、川張り。てかあそこ水道がちゃんと、ガスと水道がついてるってのはすごいな。ほら、ちゃんとガスと水道。あとやっぱこの発電機っていうか、このね、あのどれが発電機？電源、発電機あるかないかというか、ソーラーで撮ったりさ。ああ、なるほどね、車につけてんだ。え、これも108万？ただ単純に車として安いと思っちゃうけど、これも買ったことない。ただちょっとまあシンプルにフルフラットになるだけっていうのあるけど。ああ、なるほどね、フルフラットになるやつね。へえ、いや、いろんなのがありますね。水道がついていたりとか。いや、皆さんどれに乗りたいですか。これを持ってたらね、家を買わなくても済むという。固定資産税もかかんないし、いいんじゃないでしょうか。あれ、これ見た。ああ、これなんかみんなで座れますみたいな感じですね。へえ、よく考えるな。家を買うと考えたら全然安いですよね。これも高くない？見てみたい、これ全体。これ、あ、これリヤカーと、うん、このリヤカーの機能ありながら、うん、これ糸をパタパタ倒したらディスプレイにもなるんだって。なるほど、これおしゃれな。これ1個あれば、うん、もうこれで商売できるっていう。なるほど、リヤカーをだって、ほら、へえ、あ、これ持ってんだ。16万8000円。へえ、おしゃれ。バカだけやな。確かに、バカだけとか言うな。それはまあ確かに、車100万って見たらね、木のこれ500万、これはやっぱすごいよね。ちょっと入ってみましょうか。ボンゴ、ボンゴ、ボンゴ。これやっぱこういうのね、サブバッテリーとかついてるような。あ、入って見れないか。これだよね、やっぱり。そう、この醍醐味。あのね、上のね、運転席の上もあって、あって、しかもほら、あそこ見てください、あそこほら、ドア、マルチルームって言って。なんだあれ。だからトイレつけるんですよ。へえ、あとまあ物置にもできるし。へえ、あと内側、これ見て、ほら、家庭用エアコンついてる。あ、ほんとだ、エアコンがついてる。エアコンで、そこで、バシャバシャ洗えて、ここがベッドになると。これはそうだよ、100点ですね。で、この出入り口もちゃんと、うん、ほら、ここ見てください。あー、網戸みたいな感じで。これで虫来ないんですよ。へえ、涼しさも快適さもありながら利便性もあると。いや、いいですね。個人的にはね、僕でもこのバンタイプの、これあのテレビがね、ちゃんとこうついてて、 DVD も流せて、ここに物置、まあなんかこう入れるような小物入れがあって、このお値段、これちゃんとね、走行距離とかも書いてあって、一番ポータブルですね。ちゃんとここ水道もあって、うん、軽じゃないんですよね、しかもこれ。軽でしょ。いや、軽じゃないでしょ。あ、軽なのこれ。すごい、気づかなかった。そうなんですね。へえ、いいですよね、こんなんで日本一周とかね、して。やっぱりちょっとおじさんとか年取ったりしたら、こういうので旅してね、やりたいですよね。バーベキューセットを持って、このぐらいとなるのでいいですかね。うん、というわけで今日は見ていきました。皆さんもよかったらぜひ来てみてください。じゃあねー。